じゃあ行ってみましょう。はい、スタートボタン押してください。はい、始まりましたよ。アンピーカーが青か。はい、実況できない誰かいないの？お願いします。さあ、いないので俺がやるしかない。始めました。まあどっちも、まあこう今のね、カフェ室でカットちょっと変わったキャラなんですけど、まあダウンの方は変わってないか。マドルさん、かなりあの見応えがあるプレイヤーなんでね。さあ、大ビレで仕掛けたのはダオリュー。さあ、これピョってしまう。はい、飛び込みから、あー、ここミスだな。まあだいぶ体力リードしてるので、さあこのままで倒しきれば大きい。さあ波動が去って、まずは先方の竜。まああれ初めてワッカなんでね、まだね。はい、竜巻からソフィの勝利が当たって、はい、メッツ竜新勝利。俺はこのまま存在あるか、この残りだと。さあかなりやりにくい、まあ、さあと言ったらかなりやりにくい。うまい、しっかり前線に反撃をしていく。ごめん、誰か記入とかいないの？お願いします。すいません。さあ、ブリゴビデルいかず、ゲージを貯めて貯めて貯めて、そこに溜まってしまう。あー、めんどくさい。光づけしましたが、コンボ切れてしまう。これはみるみるとゲージが減ってって、さあ非常にまずい状態。あー、これはかなりダウンペース。おしっかり全球体で抜けていく。細かい、しっかりゲッチャンで。あー、これは悲しい。これはできる、これはできますね。はい、これどうすんだっけ。ごめん、誰か頼む、誰か頼む。これ1でいいんだっけ、これでいいんだっけ。スコア更新でこうか。はい、これ OK。 え、やってない、やってない。あ、男子これ やんないの。男子これ聞こえてないの。やってないんじゃない。うん、そう、スローなんだよ。俺動けるんだ、俺ランブルとかもあるからさ。あ、俺そう、すいません。それ、あ、じゃあ、ジャックさんとダルさん、ジャックさんとダルさん、どんどん試合呼んできますよ。で、ジャックさんとダルさんの次がピールガとウェイ。ピールガとウェイもじゃんけんしてスタンバってください。あ、見ながらできる。さっきの試合では俺あのいい試合してたの。さあ、1P ダル、 2P ジャック。さあ、大会始まりましたね。これちょっと鶴之助、これ初期運にやる人も多いから。デシカさんにちょっとそれだけやってもらいましょう。さあ、試合が始まってる。ピダルが先方リュウ、ツーピージャックが先方メガ。ビッグワードルールはね、毎回のグルキャラ変更可能というルールなんでね、いろんなキャラ使える人はね、あのこういう大会は有利に運べるような気がします。エボリューションとかそういうルールがほとんどですよ。あ、そうだ。
ただ日本伝統の俺はこれで行くんだっていうのも好きですけどね。なおさんとかが主催してくれてる西日暮里はジャパンルールで、あれもいいですよね、クラシックで。むしろね、あれ海外ルールでやってる。そうそう、吉田さんの影響で。さあ試合見ていきましょう。ジャッキを波動拳中和して、さああえてレベル1で削りに行かなかった。削れると思ったんだろうね。じゃあさ、ガオスさんさ、ジャックさんの方メインで実況お願いします。一回やってみよう。ジャックさん視点でってこと。そうそうそう、俺ちょっとダルさん一回やってみようよ。さあガイルが多分ね、声かばるとね、わけわかんなくなりそうだから、空気読んでいくよ。しゃべんなら俺解説の方がいいかもしれない。あ、なるほど、野球みたいに。さあ疾風を足でこかして、ジャックジャックジャックチュー。ここで読みが、しかしガードゲージをしっかりと削っていく。さあフランスから来てくれたダルさん、もうね何ヶ月かはいてくれるみたいなんでね、いっぱい対戦しましょう皆さん。ありがたいですね。ありがたい、本当にありがたい。フランスの風が入ってきますよね。さあ割れて、あーっと、しかし気にせずペースを作っていくジャック選手。ジャック強烈拳。さあここでコパンと何かが、あれね、歩いてコパン中和してね、割と難しいんですよ。難しそうですね。ニュートラルからだったら簡単なんだけど、歩きコパン中和してやるとね、上段的にも結構バケやすいんだよね。なるほど、レバーの問題で難しいですよ。さあまずはここでダルさんが逆転を狙って、ジャックジャックジャック中、少し難しい目押しが入る。さあ刻んでいってブロッキングを取りづらいようなタイミングで、さあダルさん右手を高く上げて、今いいですね、チキンガードで有利フレーム取って投げるっていうね、はい、あいいですね、あれ逆タクできるからいいですね。シーグルは逆タクね。そうそう、防御が攻めに転じる。さあ対照戦、キャミー対サガット、これどっちがダイヤだとあるんですかね。やはりキャミーでしょうか。やっぱり制圧力はキャミーが圧倒的なんだけどね。制圧力がね、サガットはね、火力で一回ね呼び立てば自己なせられるっていう。確かにこういう感じですよね。そうなんかサガットの勝ってるような気がする。おお、すげえ、ダル選手の勝利。上キャノン勝ったのはダルさん。ジャックさんは次の試合に向けて精神を整えてほしい。さあ、フィールドウェイどうぞ。この次、屋根と嗣之助。わお、じゃあじゃんけんしてスタンプあってください。屋根さんとか。あ、多分今初期係やるのかと思った。あ、すみません。今ね、1P がウェイ、2P がフィールが、そうそう、そこに。さあ、先方 P ブランカ対 P 山崎。さあウェイはブランカで山崎を押していくが、さあちょっとずつ押し返してきた。さあ K 投げ、ワンブロー足払い、中ヘビ、あーいいですね、ブロッキングから最初からもうサポ、中足からサポへ切り込んで、年代パンチから共同数200入るのいいですね。そう、これピールガさん久々にこれガチガチのガチメンツですね。さあ私としてはウェイさんキャミーも推しなんですが、赤いブランカが火を吹いている。ピールガさんもこれこのルールやっぱ強いですよね。あのキャラ替えできるから、いろいろ使えるからね。そうですね、彼は相手にキャラ替えを持ってない選手に対して有効になりますよね。やっぱりやっぱり流れの試合でウェイ相手にはルガールとかが通用すると思ったんでしょ。あ、そういうことだと思いますね。
吉田さん相手だったらもしかしたら下がっとかもしれないですよ。ああ確かに。とキャミあたりはね入れそう。そうそうです。さあセクシーバイスちゃん頑張ってほしい。おっと。あれはブロッキング取りづらいんですかねやっぱり。取りづらそうだね。あれは下ブロだっけあの B サイドは。それさえもちょっと我々にはわからない領域ですよ、ね。でもあれ下段だから多分下ブロだと思うんだけど。さすがに。でも中にはねあのこのゲーム例外であの下段なのに前ブロ取んなきゃいけないっていう技もありますか。ありますあります。難しいですよね。一個一個知っていかないといけないですね。そうそうそう。だから P 使ってる人は。もうある意味もうナチュラルに尊敬しますね。そうでもね一つ一つちゃんとね調べて、ね、キャラを知っていかなきゃいけないですもんね。さあ台足でこかしてジャックジャック中盤か。さあこのバイスも本当に粘度が高い。さあ投げ5段が入って対するギースはどうする。ウェイは何を考える。さあショージャンプロケッティアダイヤ差し返してダイヤスループ受けブロッキング取ってチューパーショップが痛い。さああとじっというところループ受けおーチャイチャイケン。これはさすがのピールダさんも読めなかった。君の死に場所はここだ。さあ対象出てくるのか20年以上温め続けたキングオブハイターズ94の主催者ルガール。白い服を着て本日は登場。さあショージャンプから巧みに上下で分けていく。さあ中キックが刺さってギースをホームル。いい勝負ですね。素晴らしいですね。これはゲージ間違いなく溜まりますねルガールは。そうですね一撃が半端じゃなく減りますからね。さあこれは一撃のルガール対制圧力のサガットというところでしょうか。そうですね、はい、ルガール下がったり火力高いですからね。半端じゃないですよね。一回読みだった時の火力は下がったように見えるでしょ。本当にそうです。さあゴムといったところお互いそろそろ圏内に入ってくる。格下流圏内とは一撃でスーパーコンボで倒れてしまう体力ということ。さあ緊張感がどんどん高まってくる中冷静さを保つのはどちらだ。中足ジャッケット入った。さあお互いブロッキングを仕込みどころを考えながらジャックキックかっこいいぞ。さあウェイが冷静か。ピールガノン。しかしまだチャンスは諦めちゃいけない。タイガーキャノン。タイガーキャノンで決まる。勝者ウェイ。あのギガが出る出ないが勝敗負けちゃったな。やっぱ素晴らしい。ピールは様ありがとうございます。勝ったなウェイ。じゃあ、つぐのすけやね、どうぞ。ちょっと書いてるんで、実況少し開きます。これ次名前なんて言えばいいんだろう。ベンさんかな。ベンさんと稲葉さん。ベンさんでいいのかな読み方。はい、稲葉さんはあめっちゃうのい試合してた。いやちょっと2試合ぐらいは飛ばしても大丈夫。
ばしくな。あ、でもライさんもやってんな。じゃあ稲葉さんに次やってもらわなきゃダメだな。ね、ベンさんと稲葉さん次ジャンケンしてワンピ、ワンピース見決めてスタンバってるください。じゃあ試合の方実況しましょう。 1P が鶴之助、2P が屋根。さあ A モリガン対 A サクラ、先方キャラは何だったのか俺見てなかった。アテナだったの。あ、そうなんだ。稲葉さんそれ勝っても終わりね。あ、今のめくりよくガードした。足下いけ、しゃがだいピー、しゃがだいけ、寝かせて、あ、しかしずーずーしく投げに来た。あー、 A サクラの闇だよな。シャドウブレード2回打って、せっかくガードしてもあの中段が来る来ないのね、策もありますからね。さあ中堅戦、 A モリガン対 A ベガ、よく見るとモリガン列車2だった。ダブルにガードして、シャーレピー、ソルフィースト、シャーレピー、シャーレピー。モリガンってどこでオリコン入っていいか分かんなくなっちゃうね。使うポイント少なすぎるんだよな。ああ、まあまあこれはしょうがないですね。モリガンのソルフィストは他の弾と比べてもね、着弾が遅いんですよね。ダブル2、さあ HD ならあるか。さあ方欲まで決めて、さあしかしレシオサもあってよりにオリコンある。これは絶望。これ寝かされたらアウトのやつかな。チュンリーはね、立ち回りは別にそんなに負けてることはないんだけど、寝かされたら地獄ですねこれ。アオハナ当たってもダメ、マグロ当たってもダメ。あ、でも A 準備は受け身あるから。あー、でもこれはきつい。これ多分もう一回寝かされたらもう射程圏内になっちゃう。うわ、掴んできた。あ、逃げれた。あー、やっぱちっちゃくてやつよ。耐えたぞ。カツオ、これはもうやるしかない。あー、生まれてる。勝ったのは屋根。そのまましね。はい、ベンさん、稲葉さん、どうぞ。あ、ごめん。そうそう、ああ屋根さん強かったです。ユーザーで上がっていきたいと思います。次ベンさん、そう、今 1P がベンさん、 2P が稲葉さん、そうそう、 YY 勢のベンさんですね。富士見大 YY 勢のベンさん、この次あの佐伯さんとライさん、佐伯さんとライさん、あれ佐伯さんどこにいる。ライさんそこにいるね。佐伯さん向こうにいるかな。あ、いた。じゃんけんしてスタンバってください。いや、今日初参加なんですよ大会自体が。あ、そうなんですか。そう、参加して見たなって言って、いやいやって言ってたんですけど、やっと参加してくださいました。ありがとうございます、嬉しいです。ワイワイもね、なんか来週か再来週からあの大会やるっていう風に店長さん、店員さんから提案があって。あ、そうなんですか。はい、よかったらさらに皆さんお待ちしておりますので、水曜日の夜8時か8時半ぐらいから3台で
平日に大会やるってこと？そうです。あ、なるほど、頑張ってください。1時間で1時間で終わるぐらいな感じでやろうと思ってます。小針さん主体でやってくれます。さあ試合に行きましょう。稲葉さんの東堂が、さあ稲葉さんもねかなりあのキャリアを長く積んで連動の高いプレイヤーだー。重ね当てのレベルには食らう、すごいダメージが高い。ワイワイに東堂はいないかもしれない。そうなんですよ稲葉さんもたまに来てくだされば。ただね本当にすごく着々と強くなっていってるこのベンさんというプレイヤーなんでね。さあサガット、どこから初めて見る東堂を見極めていくのか。いいですね、ジャンプと勇気を持った歩きコパン、それでいいんだと思います。さあローはミドルと、稲葉さんも距離を取って耐久をしっかりと見て時間を使っていく。さあここでベンさん心を落ち着けてもう一回整えていく。さあ前転から見事な逆投げ。さあ中堅戦下がったはね、これはもう慣れていますから。稲葉さんも逆に下がった珍しくないですか？珍しいですね。ですよね、あの前回の伝説のテリーがいないですよね。稲葉さんがサガットを使うときって大体チュンリーをセットで使ってるんですけど、ね、サガットチュンリーギースっていう。今日は片割れは置いてきたんですね置いてきましたね。変な親父に変わってましたね。なるほどさあしかしレイドを決めていたのでベンさん体力を半分奪っていた。死に神様に半分奪ったのさ、いいですね。素晴らしいですさあ稲葉昇龍が出る。さあベンさんありがとうございます。ありがとうございます。さあ実況してた弟子家さんがサービスしてくれました温かいですね。温かい本当に。さあおー素晴らしい、ジャクジャクジャクからのステップ投げですね。これはまだあるぞ。さあベイさん心を強く安心していってほしい。さあ魔の稲葉レイジングにどう立ち向かうか。ジャクジャク強キックで転がしましたね。ピオリチが重ねるか。これは攻めの気ですぞ。これピオったらあるよね。大体ないですよ、死にますよこれ。さあどうする。さあこれはありだと思います。落ち着いて、そうですね、ミスしなければっていう。そうです、心を強く落ち着いていけば可能性はあります。ナイス。さあじゃあ AK の決まり、最後どういう戦いになるか。ベンさん稲葉さん頑張れ。強強ザクザク強キック。しかしこれ大健闘だったんじゃないでしょうか。初めてですよね。コメントありますか？コメントいやないと。稲葉さんのお見事勝利。さあ、佐伯さんとライスさんどうぞ。あーなるほどね。でも確実にね、いや分かるよ、分かります。大会だとねみんなあそこでミスります、ああいう場面だとさあライが久々に戻ってきた。今名前変えますからね。さあさあ 1P がライ、 2P が佐伯。いやこの佐伯さんもかなりの手だれでございます、あもしかしてさみんなコメントしてくれてるのってこれツイッチの方でコメントしてくれてるのかな。あちょっとそれは分かんないっぽいよね。ね次ジャックさんとティールはさあめるもうその試合でいいんじゃないのモロに2人試合してた。さあエボ
ジャパン2023覇者のナイ、対するは最近本当に頑張ってメキメキと力をつけてる新鋭の佐伯。まずはブランカをマイが勝っていく。しかしこのユンが本当に強い。いや、そしたらあの俺の軍が先やっちゃおうか。さあチームメイトのマサトゥーさん曰く、ライさんはユンに弱い可能性があると。ユンのことまだ理解してない可能性があると。ユンの様から比叡拳比叡拳って言うんですか。いや、なんとなく 見た目の申し訳なんか、あの比叡拳の極東拳みたいになる。あ、なるほど、ライさんが使わせたんじゃないとデビットは言っている。確かにね、あの体力でね、使ってくれるのはむしろ美味しいかもしれない。そうなんですよね。さあ、しかし本当にユンが押している展開を迎える。この響きもかなりの防御力を誇るのだが、しかも怒ったらいきなり魔王が、魔王が、ここはジャクジャクトーマー。さあどうする、今は光り返したようにも見えたが、しっかりここでスーパーコンボをフィニッシュ。さすがライ選手ですね。しかしこのモリガンめちゃめちゃ強いんです。このモリガン強いよね。ね、本当にガオさんも強いと思うんでしょ。ちょくちょくあの俺連勝止められます。このわおわおわお、連勝止めてくるプレイヤーの対象って強いですよね。だって連勝してるってことはそれだけ温まってる状態のプレイヤーに勝ってる。あ、もう本当に、おっとブッサの新規発祥入ってしまう。あ、見えない。あれは見えないですよね、本当に。さすがのエボジャンプ、ライの勝利。オッケー、佐伯さん次のラウンド頑張ってください。ライさんが2回戦進出。さあじゃあ稲葉さん代わってお願いします。今の新規ヒットはだいぶ運がなかったですよね。そうですね。たまたまコンボ見つったところでたまたま大逆転ですね。本当にそれです。引き下げられた。さあグンター JPN バースタスガオ、これウィナー2回戦になりますね。このまま2回戦を上から順番ですかね、はい、そうしましょうかね。したらダルさん、ウェイさんいけるかな。ダルさん、ウェイさん、あ、これ名前が違うと思う。次、ダルさんとウェイさん試合いけるかな。さあ、試合を見ていきましょう。じゃんけんしよう。あの皆さんよかったらね、 YouTube の方でコメントとかしてくださると私読み上げできますので、すべてコメントありがとうございます。コマケビンさん、いつもありがとうございます。そこで拾ってる。そうなんですよ、あまりパソコンが詳しくない。さあ画面見ていきましょう。実況は稲葉つくのすけで送っていきます。デイビッドはね、はい、ブランカーレジオに先行シフトはいつも、特にガオ戦ではよくやりますよね。あの龍がしぶといのでね、本当にあの龍が、はい、ゲージ溜まるまでローリングに反撃できないんで、あ、単純にそこを詰めていきたいと。まあ多分デイビッドはローリングの反撃がないキャラはほとんどこのシフトでいくはずか。ある意味それは賢い作戦かもしれないですね、うん、もうブランカーで大量リードを奪う、そういうことですよね。そうそうそう、結果ね、そのブランカにシフト成功してるんで素晴らしい作戦ですね。さあこのまんま行かせるわけにはいかないガオ選手。しかしグンター、最近本当に毎日のようにカップエースを練習できる場所に赴いて頑張っているのを俺は見ているぞ。さあ投げて強パンチ、さあ溜めていく、ローリング抜ける。さあどうなる、空爆が成功。
ょき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 ょ。さあグランドシーン最後が減る。さすがレシオ2 20ヒットは KO。 まあでもここまでやってようやくレシオ2の戦法の役割果たしただけですからね。長い旅でしたね。一見大量リードに見えるけど、これで負けちゃったら結局ゴブなんで。確かに。うわあ、こういうところがガオ選手の強みですね。今ちゃんとあの時間差置きから、あ、時間を稼いで、そうそうそう、時間差置きから細出しのスパコンやれば、はい、あえてで無敵時間で返せるんで、あ、なるほどなるほど。で逆にそれに対応できるタイミングの電気だったら投げられるんで、なるほど。その場置きの最速投げと時間差置き無敵技を組み合わせれば両方対応できるということも、両対応するには投げ回り以外から電気を重ねるとかになっちゃうんで、めちゃめちゃマニアックなガード方法があるんですね。だいぶ難しくなりますね、攻める方法。なるほど、両対応しようとすると、はい。さあキング何を見せてくれるか。そこで段階しとるんだ、ホワイトキング。さあここでしゃがみ強パンチが本当に強い。まあゲージは溜めたんでね、さっきの分の。そうですね。さあベガというキャラはレシオ関係ないんで ね、 でね、ゲージがあれば。なぜならば、ヒット数が1段で最低ダメージはこのゲーム100なんですね。もうバニコン入ればね、60ヒットとかいくんで、それだけで6000かけるんで、はい、だいたい1万2000ぐらいで1本なくなると思ってもらって、1万3000ぐらいですかね。だから最低でも半分、半分で圏内ってことですね。さあしかしダーヨシベガニ何度も何度も戦ってきてる。このイオリがデビッド君頑張ってほしいが、どうする。ファイヤースタイクうまい。さあまた発動していくか。さあオリコンも潰して、うおーマジか、うわー本当ミスと思わせて、パンチの飛び込みから投げて、グッザー選手惜しかったですね。一気に決めたのはガオ、発動にならなかった。ガオ選手のしっかりと勝利。ガオ選手が3回戦へ駒を進めます。次フランスの強豪ダル VS ワイワイのウェイ。あ、はいはい、あ、なるほど、あ、そういうことか。すいません、了解です。こっちですね、もっと下かな、もっと下。リロードしてる。自供お願いしてもよろしいですか。ちょっとすいませんね、トーナメント表が素人なもんで私は。あ、なんか鳴らないですね。あれ、あ、ここに入れなきゃいけないんですかね。チャロンジが読み込めない。レシカワさん、レシカワさん、これルーザーの方はちょっと設定がうまく分かんないんですが、なんか俺のこの勝った時の表示の仕方が違うのかな。1ポイント入れただけでやってきたんですけど、じゃあちょっと探ってみます。なるほど。あ、これさ、そういうこと？そういうこと？これが違うの？ここの数字はこれかな？で、マサトゥが0でガオが1？これでどうなってくるんだろう？あ、なりましたね。やばった、お待たせいたしました。ありがとうございます。じゃあここでルーザーを進行していきたいと思います。ジャックバーサスピールが行ってみましょう。
さあまたこの方オッケーです、オッケーです。ちょっと待ってね、ジャックピールが、あ、じゃあお願いします。コマケビンさん、コメントありがとうございます。スイッチでは海外文字2期ばっかりだったから、そうですよね、ちょっと YouTube の方にもあのきつねさんとか、もしあのコウさんとか皆さん見てたら YouTube の方でも見ていただけると嬉しいです。仕事したブランカ戦略は素晴らしかった、本当にそうだと思いますね。さあ行ってまいりましょう。スピールガさんは再びビーグル対決ですね。3人しかいないビーグルが当たりますね。あとね、皆さんあの右下にこれスーパーチャットボタンがあるので、僕あの今日1600円ぶっ込んだんですけども、スーパープレイが出たらね、あの10円でも100円かな、最低は100円でも入るとあのお店がとってもハッピーなので、よろしければ、ビッグワンのために、そうそうそう、電気代もまた上がるそうなので、よろしければ楽しいゲーム実況が続けられるようにも、遊べるようにもお願いしたいと思います。さあ試合見ていきましょう。黄色い剣が投げていく、さあうまいぞ、勇気の壊し勝利ですね。さあ生き生きとしているような動きを見せる。対するピールガ選手は丁寧に様子を見ながら、お投げた、飛びが通る、飛びが通り、大大フィニッシュ。ああいうね、残り数ドットの時、はい、喧嘩はなんか流線脚とかでお手軽に削りに行きたいんですけど、ピールガ相手だとそれはね、余裕で見てからブローラー、あー、そういうことですね、難しいところですね。あとちょっと削るのか、それがピーグルの強みですかね。そうですね、見てから、あっ、危ねえ。さあここで飛び道具相打ちで中堅ギースが先方ナコルルを倒していく。さあギース使いはギース有利といい、響き使いは響き有利というコメントの組み合わせつまりゴールでいいでしょうか。お互いが自分のことを有利と思っているなかなかそういうのもないですね。さあスピールガ選手、これは正面からだが、デッドリーをこれ受けてしまう。ところを強く安心して落ち着いていってほしいですね。さあここから、さあいつものあのワイワイで見せているあの動きを見せてほしい。しっかり相手を観察しながら決めていく、時間を使いながら自分の動きを、こんなコールが浅い。さあ攻めるジャックに対応するピールがジャックジャックトーマー。さあ相手の飛び道具の癖を読んで、ここはジャック選手のブロッキングがうまい。さあネットリー使ったのにまたリチャージ。さあこれは劣勢さがあるが、ネットリーだけは食らいたくないぞ。さあワイワイではのび太選手としのぎを削っているこのルガール、修行の成果を見せていく。上り台系、上り台系。さあ烈風剣バトルを制して地上を沿うように出すスパイラルアローに烈風剣がどう機能していくか、これスパイラル出しづらいですね。そうですね、あのスパイラルアロービーグルだから全脚がないんでね。そうです、抜けられないですよ、ヒノキョウさんしか抜けられない。あ、出ました、あの全キャンを20年かけたらできるようになってしまったケイグラ、あの経験味はなぜか抜けてくるんですけどね、半端ないですねあれは。さあ大大と使わなかったのかなこれは多分。さあトシ君頑張ってほしい、使っちゃったらもうリチャージできないんでね。ジャックさんも使うなら倒しきりたいっていうところでしょ。いい試合だぞこれは、これはハイダメージなんだ、いったケイゴー、ルガールスカイの気持ちいい瞬間、ジャックさんありがとう、勝ったのはピールガール。すごい減り方でしたね、ナミーね、体力低いから余裕でオーバーキルでしたよ、本当に。なんなら一発目のドカーンでほぼ死んでた、本当に。
いやでもジャックさんとっても力強い戦いでしたね。ヒースかなり良かったですね。負けるかと思いましたよね。負けたと思ってましたよね。いい流れで対照的ってたんです。さあ力だけで相手を押し切らないジャックさんに拍手でございますね。さあ次行ってみましょう。これの次がダルさん、ウェイさんかな。じゃんけんしといて。あ、これはワンピー側が、ワンピー佐伯さん、ワンピー佐伯バサスベン。いや、ベンさん強かったよさっき。いいね、俺いいね。さあ、ハリデー。ベンさんのいいところはね、はい、全キャンドスキーもできるんだけど、はい、あんまりそれに頼ってこない。ちゃんと動きますよね。そう、他の選択肢をね、いろいろ結構全キャンができる本田使いって全キャンドスキーしか見てなかったりするんだけど、確かに確かに、この他のこともしてくるんで、縦横無尽に画面を使ってくる本田いいですね。そうですね。さあ、しかしこのキングは最近使い始めたんですが、キング難しいですよ。そう、そうなんですよ、本当に。ただこのキング、頑張ってるんです、頑張ってるんです、頑張っているんです。さあ相手も頑張っていた。エヌキングといえばね、あの関西で稼働初期の頃に、あのリョーキングサガットっていういるモンテサガットっていう方がいたんですけどね、強そうですね。あの全員とんがりがあるって、あのサボり中だ。なるほどなるほど。あるけどキングはね、着地してフォローする技がないんですよ。なるほどね。ミラージュ、あれあれか、サプライズローズじゃなくて、なんだっけ、トラップショット、トラップショットじゃなくて、ちょっと難しいです。サイレントフラッシュ、サイレントフラッシュ、あれしかないんでね。なるほどね。さあ、初登場、初大会参戦のベンさんが健闘を見せている。初大会なのに緊張してないですね。いや、いいですね。どっしりと思考を踏んで、俺が日本の相撲じゃさあ、両手を広げて飛んでいく。佐伯は対応しているのか。さあ、うまいですね、技の使いどころが。本当にこれは佐伯選手、ここから見せてくれるんですよね、きっと。佐伯さんのね、モリガンなら全然ここからありますから。バンパイア界からの刺客、モリガン、行ってみましょう。まずは残り体力少ないホンダを倒しきれるか。すぐ倒していきたいところですよね。おっと出た、ここのショートダッシュ。あのね、飛びが通ってる時の、はい、補正切りのもう一回、もう一回おかわり中断で無理ですよね、あれは。あれ、ガーフできない。ガーフです。さあ、これね、まとわりつくまではサガットが有利だと思うんですが、そうですね、一回型に入っちゃうとベンさんが俺のモリガン相手に。分かってる分かってる、あの上でよが強いんですよ、あの距離の。耐えてきた結果が。さあ、でもこの2人ワイワイで戦っているのでね。あ、なるほど。お互いある程度は熟知して、3回のジャックから最後アッパーカットまで15ヒット。うまいっすね、うまいっすね。すごい動き良くないですか、うん、あの上手を全然動けたのも良かった本当に。さあ、怖怖怖怖、あっ、うねえ、佐伯が押しているベン、チューパンチ。さあ、もう一回発動していく。ここはもうダークネス決めないとやられてしまうんじゃないか。デオが刺さってモリガン散る。あの沖デオはほんと強い強い。勝ったのは大会初参加してくださったベン。いや、ベンさん強いですね。素晴らしいです。で、ウィナーズの次が、さっきのダルさん、ウェイさん。ではウィナーズの方に戻っていきましょうか。ウィナーズがやってる。これね、スイッチか何かが画面に、ダイオスさんがいつも出してくれてたのか。なるほどなるほど、今度教えてもらわなきゃ。
rocking, baby. Live and let die. さあ始まったのは 1P ウェイ 2P ダル。さあ俺はページを見つけていく。ヘルマスキが今ツイッチ版の方で携帯で配信を。チャットがアプリを開かないと見れない。まあまあ諦めて YouTube に戻るぞ。じゃあちょっと稲葉さんメインでちょっとお願いします。戻った。さあ 2P 裏回りはしないで画面端キープして、ミントが押し返した。あ、サッパーが出なかった。さあこのダル選手も勝利打っていく。今日動きがとてもいいですよね。ブロッキングして大敬礼。今の角度ね、正面でブロッカーの裏落ちだったんで珍しいです。反撃早いとあの裏側に出ちゃうんだけど、ウェイさんよく見ましたね。あ、ディレイさせたと、そうそうそう、遅らせたと。あ、これは裏、うわ、あ、これ昨日から使ってるんですよこの方。これはね、無理せず前転するのが一番。あ、ガード仕込み前転みたいな。うん、そうすれば2分の1以上でいけるんで、まあ、今のは光った瞬間に裏だなって分かったんだけど。なるほど。あ、うまいですね。かすり当てからサマーで追加で確実に倒しましたね。倒しましたね。まあ、ガイルギースだったらね、結構ゴブに近いんだけど、ただ PE ギースでガイル側が対空をどう使い分けるか。全然遅くても対空できれば一番ベストですね。ソニック、中キック、ソニック。さあ、大キック、動かして。少し外足。あと、素直に飛び込んできた。素直に飛び込んで。中キックを4回も打っている。今のタイミングだったらね、多分対空出せないだろうっていう確認で、そうですね、ボタンを押したんですよね。結構強いですからね、判定も。最低相打ちだったらいいっていう体力でしたからね。そうですね。さあ、ギースか、ギースか、たまる。さあ、フランスから来ていただいてるダール選手。マイクロロー、ミドル、ミドル。さあ、クローがうまいですね。あ、すごいんですよこれ皆さん、ブロッキングっていうのは本当に。なんで取れ取ってんの。今の下ブローおかしいだろ。偶然ですよね多分。しかし本当に取る回数が多いですね本当ね、ベイチさんは。そう、ダルサガット、すごいいい動きをしているぞ。ちょっと殴り合いになっちゃうとどうしてもね、体力負けしてるんで、どっかでゲージ回していきたいですね。そうですね。まずレイド一発、ガードゲージがピンチ。今の上のここで第中第と下がった。第下がったはどうなっていく。ゲージはやや P の有利といったところ。さあこれおそらく経験値的に言ったらもしかしたら上の方が上なんだけど、ダル選手今日魂を感じる。さあガードゲージがもうないぞ。さあうまい、ナイス反撃。あはー、さあ入れ替わって、これどうなる。ガードは間に合っている。お互い逃した。気持ちが強い方が勝っていく試合になっていく。ジャック、レオ、ここでウェイが空中戦の勝利。勝ったのはウェイ。ダルさんありがとうございます。お疲れです。じゃあ屋根さん、ピノさん。さあこれ因縁の対決が A に変えた後の屋根さんはずっとピノキオさんを倒している。この次が俺とライター。気まずい顔をしながらピノキオさんが 2P へ向かっていく。まあ、この2人ね、K グル同士での対決だったら結構あったんですけど、そうですね、 A グルに対してからやっぱね、グルーヴさん、まあ、K グルを殺すためのキャラ選択でしたんで、これ完全に自分を倒すみたいな感じで。そうそうそう、俺は A 以外には負けないぞみたいな感じです。いや、本当そんな感じです。さあ、見ていきましょう。ただピノさんもね、グルーヴキャラでかなりの連動ですからね、うん、A グル相手にだいぶ勝ってますからね、本当に。しかも A も使い手ですからね、ピノさん。そうそうそう、あの A 予選のほぼ優勝みたいな勢いがすごかったです。あれ実質ピノさんが優勝でしたよ本当に。 MVP ですね。さあ、いいところで動くかな。
さあしかしゲージも溜まる。これ今日の野試合では屋根が立っていた。使わせる。おお。ジャストディフェンスを仕込んでいる。おお、これは確定。キック追い落とせ。今の多分大ゲージだ。さあ私今月末青森旅行行くんでねぶたステージいいですね。とってもあいいな。ありがとうございます。うわジャストうまい。さあ、まあ、ただ悲しいかな。チュンリーはねあれを取っても入りちゃった飛行券が。まあでももっと安いキャラいっぱいいるからそれが入るだけいいのかな。そうです。おマジか。さあタイミングで着地できる。ジャストディフェンスがとってもうまいですね。しかし割れてフルコン。いや屋根さん本当にあの鬼連すごい精度ですね。うまいですね。うまいですね。ゲージが下がるまではこれはさすがに下がって有利でしょう。ちょっとこのイオリガン選手の面影が見えるちらつく。多分ね、A よりの理想はあの人でしょうからね、はい、本当そうですね。やはり、まあ、途中の地点までは参考にせざるを得ないというかした方がいいでしょう、ね、ジャストしてゲージ溜めて。さあ、怒っている。ただし圧倒されればということですよね。イオリ側も怒って、あっ、これはカスターされたな。いくぇ拾い直す。うまい。うまいですね、本当にちゃんと痛い技当ててる。しかも弱球強パー見せていくオリジナルコンボ。ちょうど怒りだ。ジャックパンから投げて今の八乙女にちょうど合わせてきた。ありがとうございます。さあ本当にいい試合なんです。差し返しがちょっと受けた。よく出した。見てる。おこれはまあ、それは多分ガードしてても削り方 あれぐらい削れちゃいますか、うん、いけますね。イオリの背格好でも、うん、なるほど。さあピノキオ選手は理解してる相手とキャラクターに対してはもうガンガンに攻めていくが相手の反撃を見ているんですよね。フリコあの角度落とせるのずるいな。最強の対空の一つですね。いや本当強いですね。ちゃんと押せればまず落ちる。そうですね。さあこれは立ち回り自体はさすがにキャミーなんじゃないかな。でも全キャンがあるのか。そうなんですよね。全キャン波動が結構めんどくさいと思うんですね。さあ屋根はディーサル、県内に向かっていくが先に発動。実況を利用した裏を入ってしまってる。危ない。さあ投げ抜け対空の試合の逆襲なるか。さあ屋根もう一回溜めるのかどうするか。あるか。全キャンもう一回当たればってところですかね。よし桜落とし行くよ。たまに出ちゃうんだよな。屋根さんが惜しくもここでピノさんに敗れピノキオ選手がやっぱ少年の精度でしたね。先に進め。さあイーナーバース選手、ライ選手、おさすがイーナーバース選手、キャラクターを変幻自在にここで前回のビッグワンで猛威を狂ったテリボガが投下してきた。 This is gonna be a match to remember. さあ見ていきましょう。さあデシカーさんがね実況者声が大変だからって水をくれた。ありがとう。最高の店長だぜ。
皆さんね、夏本当に水いっぱい飲んでくださいね、本当に。さあ、マイガプタイソンを押していく。さあ、投げて上から投げて、こかして投げて、女の子も関係ねえと KO バイレンス。課長戦一戦でしたね。さあ、ガオさんにも入ってきていただきましょう。お願いします。なんか先方のキャラいなくなってた。何だったのかすら見てなかった。かなり検討していました。検討してた。しかしね、皆さん感覚がバグってますが、絶対マイというキャラそこまで強くないのに、この方プレイヤーが上手いんですよ。そう、マイはね、本当に他の人が操作するとね、そんな強くならないんだよ。攻撃力低いみたいな感じなんです。ライスさんが使うと別キャラになるんですよ。まあ、ガオナコルルみたいなもんですね。ただ ナコルルっていうキャラは最近他の方も連動が上がってきましたからね。さあ、見ていきましょう。出たバーナックル。さあ、前回大会で猛威を振るったバーナックルを遠まれさばいていく。フラッグシュートの弱点ちゃんと分かってますね。着弾が遅いの分かってて、しゃがみ大パンチで落とします。対策です。そう、あれは下には反対すげえ弱いですから。さあ、しかし稲葉といえばこのサウスタウンのボスキース・ハワード、ガロー伝説のラスボスの意地をサムライスピリッツの小娘に見せてくれ。レジンレジンイナバンレジン、これが見たかった。さあ、ジャクジャク中。さあ、緊張感で走る一瞬だ。響きのシャガダイパンさ、モーション短すぎない？今さ、ギース先に飛んでからシャガミダイパンに絡むのにジャスト間に合ってたからね。ずるいですね。えと思ったよ。モーション短えなと思った。さあ、魔王が走る。しかしこれは特大のピオリチが加算したが、しっかりといなしていく。さあ、稲葉諦めろ。ここで大人のコパン体育。終わってみればただの必死だった。いやー、稲葉選手お疲れ様です。でまだあるよね、稲葉選手はね。ライ選手の勝利。いやー、でもやっぱりレイジングは画面内に残していきますね。稲葉レイジング素晴らしかったです。ほい、誰さん向こうにいるかな。あ、いたいた。最初はグーじゃんけん、ほい。さあ、ネクストマッチは小川さんが来てくれました。さあ、ワンピグンター VS これベンさんですね。先ほどかなりのいい動きで強豪サイク選手を倒していたこのいいホンダエドモンド、タイクを使い分けていく。さあ、ストリートファイター6じゃないんだぞこのゲームは。さあ、うまいですねベンさん、落ち着いていく。ここで振り向きからのスーパーコンボ、本当にうまいよ。さあ、オリコン警戒して対空を出さずに我慢したか。さあ、ここでクンザー必殺のファイナルアトミックバースター。いやー、ベンさん頑張ってますね。だから、グンタもあのホンダ対策分かってましたね。ダブラリは続きキラーなんですよね、あれね。見てから押すみたいな。見てから続きしても続き大体負けますからね。押すグンターのテクニックもなかなかですね。そう。さあ、おっと、この対策を今試合中に導き出せるか。まずはガードといったところなのか。さあ、壁からなんとか抜けて
なんとか抜けて、なんとか抜けたんだけど最後の一発が遠い。あー、これ対策わかんないと本当に厳しいですよね。ぐるぐる回ってるだけで終わっちゃう。さあ、しかしブランカは相性がいいと思いますね、うん、なぜならばローリングに対して反撃がない、それを分かっているグンターはおそらくガン攻めしてくるでしょう。一応跳ね返りパターン次第なんだけどね。なるほど、ローリング立ち出せればあるんですか。跳ね返りパターンによっては間に合うと間に合うんだけど、跳ね返りのパターンが5種類ぐらいある今みたいな感じです。そうしかしグンター読み強いですね。ベンさん頑張って、諦めないで。うますぎた。あ、そうそう、あれね、あ、そう、分かんないと飛んじゃうんですよね、どうしても。あー、頑張っていただいた。ぜひね、動画を見返してザンギエフの対策を次回までまた立ててきてほしいですね。次は私試合です。この次ピール側は暇そうにしてんな、大丈夫だな。屋根とピールが、屋根ピールが次、さあ、ワンピーダル、ツーピーダル、ツグノスケが A アテナモリガン、チュンギ、いや、A モリガンどうなんだろう。こっちの敵にはまあないと思うんだけど俺も正直ないと思ってるモリガンである必要がないし、A である必要もないまだ C モリガンの方が検討できそうな気が。そうそうそう、裏っぽい、裏っぽいよ、使うんだ。アテナは、アテナはゲージ貯める能力もそこそこ高いですからね、うん、フェニックスアルフが結構ね、あのフレーム消費いいんですよね。そう、あのコマンド消費で、あのキムの非常に消費、そう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 、あんな感じでできるんで。あ、そう、ガイルはあのジャクの最後ソムの電気がぶっ破されるとね、あれ難しいですよね。しゃがみ中心ガイル届くか届かないかっていう微妙な、うん、ダイヤシャル届かないですよね。ダイヤシャル届かないですね、短いから。あ、あとあのテレポートがちゃんと投げれないと、あ、タメ解除されちゃうんで。そうソニック封印されちゃうんで。テレポートはもう前提より移動速度速いからね、結構投げるの難しいですよね。はいはいはい、うまい。あー、うめえな。あ、これは、あ、あ、余計なことした。あれね、空中フェニックスアローはあの台で出しちゃうと最後までヒットしないとキャンセルできない。あー、なるほど。最初のあのローリングの部分空中ヒットでキャンセルとかできないですね。受け、アテナはね、エーグル適性ほんと高いと思う。高いですね、ベストフルまであると思う。あ、画面端は強いぞ。あ、今電源抜きましたね。少し今滑り疲れましたもんね。さあ、これがあるんですよね。そうさあ、よく拾った。あー、もったいね。もしかしてフィニッシュのやり方わかんない、もしかしたら今、オリコン時間がなくなりそうだったから、最高速度から出そうしたらまた出ちゃったみたいな。慌てて出そうでした。そう、反対的にかやってね、勝利でやったら結構あるんですよね。うん、いや、まあ、よし、うまい。よし、あ、これは、あー、モーリガンのね、勝利の着地の隙、意外と小さいですよね。そうですね。
これは耐えた倒しきれない。あーこれエーグルになる必要あったんですか。屋根ピールがどうぞ。でこの次が稲葉マサトゥかな。マサトゥさんいる？あ向こうにいた。ワッピーやね、スーピーフィールが、フィールガさんがだいぶキャラを変えてきた。ピー強サガットキャビン。これは対エーグルシフトなのかな。まあ、ルガンが外したってのはそういうことっぽいけど、おそらく P 強で先行リードを取ってあと固くいこうっていう作戦なんでしょう。P 強は1回寝かしちゃうとね、殺しきる能力が非常に高い。ああちょっと待った。これは残るか、残んないかな。あ残った、ズロット残んない方が良かったまである。そうね、無駄にゲージ食べられちゃうからね。あ、でも一発出せる。いやどうだこれは。あ結果的に残ったから3割ぐらい回収されちゃいました。そうですね、今日は機能力があんまりないんでね、ピーグルだと特に。そう本気で逃げられると追いつくのが難しいっていうのが弱点ですね。いやーピーグルガードゲージ短い。めくり1回ガードしただけでもうビカビカしてるからめくり強系弱弱弱中でもう光りましたよ。はいはいはい、やばいっすね。さあデカガーゲージがたまる。いやーなんか空爆来そうなジャンプでしたね。多分サクラのためにゲージ残したのかな、そんな気はするけど。なるほどそうそう、これね逃げられないですよね、やっぱり。あ、これやったぞ。当たったけど結果安い結果だいぶ安い、むしろ美味しいぐらい。そうですね。あーでもこれはまあでも今割れてもまだ、あそうね、今のうちに割れとくっていうのがいいかもしれない。割れて折り返は最悪なんで。ただ割れたところのワンコンボで溜まるゲージ量がすげえ増えた。消耗剣溜まりすぎでしょ。あーダメだ。いやこれはー時間がまだ半分経過してないのにもうオリコン2回光ってますからね。4回光る気がこの人って。ホットゲージ効率いいな。マサトゥーの稲葉さん、じゃんけんしといてね。次試合だから。今のは使ってもよかったような気がする。あ、でも結果オーライか、これで倒せれば。いやー、ゲージが溜まっちゃう、ゲージが溜まっちゃうこれ、サクラで使われると最悪だぞ。溜まっちゃった。おおなんか潰した。勇気のダイパーさあこれでまだ分かんないかな。分かんないぞ。ヒール化としてはむしろ早く入ってほしいっていうところでしょう。そうですね、根性補正かかった状態でレベル3っていうのが理想だけ。これは一発あー最悪。これは射程圏内。そろそろ。あー痛い当たり方が。あ
でも今のってもうガードしても多分終わってましたね。ですよね。ブロッキングするしかなかったかな。いや強いな、矢部さん。はい、稲葉雅人どうぞ。で順番的に次こっちか、嗣之助と軍太、嗣之助どこにいる？軍太そこにいるね。はい、次ジャンケンしといてください。1P が稲葉、2P が正輝です。さあ画面の方では先方敷いていたい A キム、さあ正輝さんもね着実に力をつけてきますからね。オリンピックまでどこまで仕上げられるか。さあレーザー決まってこれは死んだ。多分レベル2逆キャンバーナクル死なないと判断してのレベル3だったのかな、そんな気はします。さあ超アッパー、さあ足悪いバーナクル決めるっていく。さあ超アッパーラボ、パワーウェーブとライオン剣、足振りが当たる、手投げ、弱弱後剣は届かない、だけ後さあ、ガーキャン使っていく、ワンナックル当たる、電キャンサイファー、電キャンサイファー、多分電キャンサイファー投げ以外の選択肢が勝てるのかな。テリーがしゃがんでても当たるんだったら多分投げ以外の選択肢に勝てるのってことになるのかな。壊し壊し大抵いい投げ、さあやはりチャンにはまとわりついていく、大回転、さああの遠い前でも発動して超アッパーが届く、安いけどこういうところは有利、性能がいい、パンパパ大ピー。さあでもユリ結構健闘したぞ、あれだけリードされてたのにチャンを死にかけまでやってますからね。大回転でしょう。さあ上から乗っかっていく、ヒルニアンス、さあ引き継ぎ方大回転、ハイキーでしょう、レッツサンクをシャガレピートジャンプ大回転。さあ、チョイを飛ばしてヒールディアンス、マジで雷撃手ってチョイ一歩的に潰せんのか、知らなかった、それは。大回転、さあ、ピー投げ、さあ、これは削れるかどうか微妙、ジャンプ、ショーピーが当たって前、大ピーだっけ、あの追加技。さあ、大将、レッショニシーギース大行、お互いゲージマックス、ユーマここで発動、さあまずはサクッとオリコン当ててイースの体力は3割減った、ユーマ軽く安いから、これもう垂直ジャンプを呼ばれてたステップレイジング勝ったのは稲葉。本日もレイジング大盤振る舞い。
This is the first dream event of the 21st century.でこれルーザーが続けて順番いくんで、これ稲葉さん次また次試合です。稲葉屋根じゃんけんしてスタンバってください。1P 軍太、2P 継ぐの助でいいのかな、うん、This battle is about to explode. Fight! さあこれ継之助前2人が多分ローリングが完璧にないんじゃ、まあ、一応あるかハイジャンプ中継とかで。なんか今日鶴之助こだわってんのか、一回も N グル使わないっす ね、 そうですね。今日は最後まで A グルでいくつもりなのか、ユーザーグルに落ちてもそのまま、うわっやめたの。しかしこれは完全に辛さを打ちつけられた。これモリガンはねゲージの有無に関わらず多分打てないんじゃないかな。あ、歩き中盤が確か間に合うのかな。そう、中盤間に合うけど、でもそれだけなんですよね。タッチガードからなんとかって感じですよね。中盤空中ヒットシャドーブレードゲージためぐらいしかない。あ、なるほど。あ、そう、でもね、金狩りパターンによっては届かないことある、あると思います。ですよね。そうそうそう、今みたいに怪しい時は、うん、あ、届く時は届く。あ、いや、運ですね、やっぱり。もうなんか2回に1回反撃されないんだったらガードゲージ削れるからいいやって、なんならリターンのが大きいみたいな、うん、それで削って、ね、ガードゲージ光ってね、オリコン入っちゃったら完全にリターン勝ちなんで、ブランタとしてはローリング打ち得ですね、これ、うん、あ、きちい。やっぱ明確なリスクを負わせられないときついですよ。しかもモリガンはあの龍拳攻撃みたいに空中攻撃で逃げるみたいなこともできないから、うん、で体力も低いでしょ。きついですよこれ相当ですね。さあこれハンルがサップバー、厳しい、あ厳しい、反撃を諦めて反対側へ。おっよく止めたな今。あっ、あっ練習してないのか、これは仕掛け、おお暴れていく。確かにアンタイルで軽落だったら死ぬっぽいですね。確かにさ、オリコン部分大攻撃一発で足したけど、やっぱレシオさあるせいか全然減ってなかった。確かに運が悪い当たり方。優しい歩く。さあ龍太中、ただレシオ的にはまだね、デイビッドはもうレシオ1-1なんで、うん、あ、確かに、あと、これは使っていく、L、モリガンのオリコンと3倍ぐらい減ってる、確かに、うわ、止めた、絶対前転発動だろうな、今の。レシオスあるけどね、これ相性的にはベガーの方が有利なんでね、これどうなるか分かんないです。まだ油断できない、うん、あー大気当たる。そう、反撃やるしかないんですよね。最後の反撃がやっぱさっきのローリングの反撃がっていうのと同じで、そうそうそう、リスクが低いからあと何発かは撃っちゃいってなっちゃうんで、なんなら適当にあのベガ発動してまたサイコ往復しただけでもゲージ溜まっちゃいますか。確かに、あ、うまい、差し返した、でかいぞ、あ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 ぶねえ。いや今のミスで負けた、悔しいぞこれ。スピバー準備、なるほど、おー、よくあのキャラで勝つな。
フードスケ変わってもらっていい？俺次試合だから。ウェイ！ウェイ！名前は変わってるのかな？じゃあ実況変わります。今これは 1P が稲葉選手ですね。いやつぐちゃん頑張ったね、本当にあんた偉いよ。さあ 2P やねん、いけるよね。あ、見て沼にさくら、意外と来店きついのか、たまる前は。さあ試合見ていきましょう。さあレリーゴー構えていた、巧みに垂直ジャンプを使いこなすベガ。しかし空中戦を極めているこのライデンのコパン、投げ間合いが広いんですよね、ライデン。さあ最後まで決まるか、昇竜拳の連続入力。ここでまさかの痛恨のミスをライデンが反撃していく。最強キャラエーベガに対して投げて、さあ空中戦をストップ。 This one、 さあキングオブハイターズの準主人公かイオリが出てくる。さあ最近ね、屋根さんは K グルーブから A グルーブに EVO JAPAN 2023からずっと変えていまして、かなり勝率を上げてきております。強いです。私としてはまたテリーを A でもいいんで見たいんですが、相手のテリーが強い。じゃあ中へバナック距離をマスターしている。さあ強くのライジングにジャックを仰いばな、どうしたジャックで飛んでライジング。さあそこはヒット確認ならずか、大大中へショー刻んでいく、ガードゲージが半分切っていく。さあガードゲージを削るか、対空を見るか、あてまたバナックルを狩るか。パワーゲーザー、すごいすごいすごい、ヤマネさんありがとうございます。勝ったのは稲葉、強いですね。稲葉ゲイザーまで出てきましたね。さああっと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 、ちょっと待ってくださいね。お次の試合がもう進行が早い早い、急いでいるのかぐらい早い。さあ稲葉選手がルイザーのセミファイナルですかね、次進出したのは。で今画面が映ってないのはこれはからウィナーズ大丈夫ですか、いつでも来い、上 Live and let die、これ大丈夫かな。さあそう言ってる間にガオリュウがボールブランカー半分くらい減らしているが、画面映ってますか、敵を投げる。カウリングしますね。あ、なんかが相打ち。さあすいません、名前を変えるのはこれはどうやるんだ。 This is gonna be a match to remember. Fight!
弟子川店長どこにいらっしゃるかな。あ、弟子川さん、すいません、名前を変えるあの枠が消えちゃったんですけど、わかりますか、あの名前変えるところ、あ、そこ、あ、そこですね。さあ、1P これ、ウェイ選手で、2P が、さあ、あれ、これ、2P ガオ選手ですよね。見てぬ間に、なんかすごいことに、いや、先方戦はね、ほぼゴブだったんだけど。なるほど。さあ、ウェイさんも最近メキメキとまた実力を上げて、減らしてゲージも全部使わせたの。はい、さあ、ただね、ギースはあとちょっと倒すっていうのはやりづらいですか。そうですね。さあ、これウィナーズのファイナリストをかけた試合になっておりますね。なるほど、これ勝った方がウィナーズのファイナリストですね。なるほど。さあ、そのあとちょっとどう削っていくか。ガオはガオは珍しくサマーソルトを焦っていったように感じたぞ。さあ、落ち着いているのはウェイの方か。珍しい、めちゃくちゃ CC でもさあ投げている。心理的に落ち着くことは密着ダイヤシゲームスポーツでは非常に重要。おっと、珍しいぞ。本当にガオも落ち着いてほしいところ。さあ、落ち着きを取り戻すような4段からのレベル2ダイオニアキでギースを倒していく。さあ、ウェイさんも下がっとか大将。さあ、いきなりロケッティア強キック。上から行く、上からガンガン行くぞ。さあ、上出ねえんだろと。しかし、ウェイは最強のブロッキングを持っている。噛み合わせていく。危ない。さあ、出ていく、出れんだぞと。上が出たと思ったら、さあ、しかし3段からのレベル2プレッシャーでレベル1まで使い切る。さあ、ワンコンボ。さあ、マックスゲージどう使っていく。ああ、さあ、どっちだ。さあ、あはははは、さあ、3発目が当たってる。勝利の神様がウェイのレイド応援したか。いやー、マジか。さあ、ウィナーファイナリストに上がったのはウェイ選手。見事な試合運びでしたね。あ、ライさん、ちょっと待ってね。いや、最後運も味方してたな。本当ですね。ライさん、え、負けてないよね。あ、ごめんね、次の進行だった。ピノキオさんとじゃんけんお願いします。さあ、ガオさん、惜しい試合でしたね。相打ちになりたかったですよ、せめてね。さあ、ピノキオライですね。ウィナーズ最後まで行く感じかな。そうですね、行っちゃいましょうか。これが、ウィナーズの純潔になりますから。さあ、 1P がピノキオ選手、対する 2P が 2P が 2P がライライ選手。出てこなかった、出てこなかった。今日初めてか、 K グルー同士の対決。あ、そうかもしれませんですね。さあ、本日のウィナーファイナルの出場はどちらになるか。さあ、マイとチュンリーね、特殊演出のスタートあるんですけど、見事に飛ばされましたね。ちょっと見たいところでしたね。次回はぜひお願いします。あの、マイがね、チュンリーのコスプレするやつ、かわいいですよね。さあ、どっちの美人が勝つか、どっちの方が彼女らを愛しているか。しかし、前はアンディ持ちだ。ナイス。さあ、ダイヤシに元気く打ち返していく。テクニックを見せつけるピノキオ。さあ、投げている。読みが外れたが地上で投げる、拾い返している。さあ、ロケッティアージャックキック投げて、攻撃戦。これは削り、ライの前をここで倒していく。
さあめくりから果敢に攻めていくピノキオチュンリー。大の立ち受けのあーここで弱臭見逃さない。これは大ダメージ。おジャストディフェンスの惜しい。すごいですね。おおギリギリで見切っている。さあ一人目のチュンリーが残業どころじゃないぞこれは。ナイスガード、ナイスガード。ジャクジャク中あまり潰しがうまい。刻み方を毎回変えてますね。うまい。今コマンドーマやるのちゃんと見越してましたね。見越してましたね、うん、いやこれはピノキオ選手だいぶ押してますよ。しかしこの魔王のサガットは本当に強い。投げて、ま、だ怒る。チュンリー何度怒っている。もう何をしても言いたいです。アングリーチュンリーピノキオ怖いぞ。何してくるかわからないぞ。怖い怖い。あのコパンからヒット見てますからね、ちゃんと、ね、あの2発で止めて一瞬止めてね、その後の3、4発目でレバー回してるの見えました、ね、目で見えました、ね、さあいつもだったら大将をキャミーにするピノキオ選手はここは中堅に置いてます。なので想定通りの動きでいけばかなり戦いやすい。そうですね。しかし、はい、相手は究極のサガット、タップエース界最強のサガットの一人ですね。さあお互い怒り状態がほぼ五分。さあうまい。さあ決め込んでいく。これが中堅のみできる行動。怒り終わってたのに死ぬんだ。いや気迫を感じますね。中足スピンドライブファッション、まあ、当たればね。返しがうまい。さあ乗ったピノキオを止めるのはシナノゾだぞ。ライどうする。さあうまい。おっとダメージがすごいぞ。やばいぞやばいぞ、あるぞ。よくガード。どっちだ。さあ先に打ったのは、さあ残り怒りゲージ半分というところ、ライトしたいなし切りたい。ジャクジャクジャクリー大逆キャノン。これはスカル。さあ一瞬で決まるぞ。どうする。タイガーショットで手を当てていく。貸し切っていく。ピノキオがライを下す。いやー熱いっすね。ということは俺の相手がライか。マジか。さあここですごい試合でしたね。ファイナリストはピノキオ。さすがですねピノキオ選手。エボ2023、エボジャパン2023覇者を倒していく。さあここで一度ユーザー側に戻ってきます。ガオイナバ、1P がガオ、 2P がイナバ。イナバの選択しているキャラクターはテリー、トード、イナバギース。さあ見ていきましょう。ちょっと入力しちゃいますよ。さあ音だけが鳴り響く。竜巻竜巻。さあダメージを取っているのはガオ。さあしかしうまい。入らない時もある。なるほど昇竜拳台に打ち込んでいく。よくガードしたテリー。さあ青いテリーが急にどこまでいけるか。竜巻旋風逆ビニッシュ。ガオが1本目を取っていく。今日は弟の高坂選手が大会今日は来れないそうなので、兄貴のガオ選手が勝っていきたいところ。しかし対する稲葉は強敵だぞ。さあ掴んでレベル2重ねて
東道流ですね、これが。さて対するはアメリカの空軍、最強の男はカエル。顔はどう使いこなしていく、今日ソニック、ソニック耐久しながらソニック大キック、ソニック割れるぞ割れるぞ、稲葉は割らせない。そこで回転してきた稲葉を迎え撃つレベル2、しかしクラウズを重ね合って、さああの重ね合って一撃でゴムまで持っていく破壊力。しかしここでソニックを打ち続け、ガオがなんとか中継戦を制していく。さあ迎えるは大将稲葉ギース。おっとガオの牽制攻撃に下段の大足で、ここでペースを作りに来たんですね。ガオのサマーソルトを見事にガードしていく。さあファイナルラウンド行ってみましょう。まずはレイジングの打てる 1P 側に移動。さあガオは飛びづらいぞ。稲葉の太鼓は何種類もある。ワンボタンでレイジングが出せるのはこの男だけ。それにも負けじを取らず飛び込んでいく果敢なガオ。さあ弱弱中青山の青山が決まる。デッドリーガー入ってしまう。補正切りガードは間に合っている。しゃがみ強パンチも使う。ガオ頑張れ。最後に何を狙う、稲葉はどう削り切る。ライコ壊し壊し、上からダブルレップでまだ終わらない。さあユリオリは反対に逃げて、ここはまず距離を離して、最後ガオは多分今ガオ選手は通り抜けたと思ったんでしょうね。飛び道具は見事な烈風剣の削りでフィニッシュでしたね。稲葉選手お見事です。あちょっとまた私試合行ってきます。あ、ライス選手、ライス選手いますか。ライス選手は、あ、ライツやってこれ冷戦なんだよね。先にウィナーズやった方がいいね。これウェイとピノキオ、ウェイとピノキオじゃんけんしてスタンバってください。ピノさんどこにいる。あっLive and let die. Fight. They came out with a sneaky surprise attack at the start of the round. They came out with a sneaky surprise attack at the start of the round. さあ画面の方に目を向けるとやられる前にやるスタイル。向こうが分からん殺し考えならこっちから行動押し付けてやろうじゃねえかと、多分そういう魂胆かな。悪魔のブルードラゴン来た。あー突っ込んでくる。おー今のも分かんないです。あ、でもリョウがここで倒れるとまずいかもしれないところ。あーっとこれは
あー、ヒエン疾風脚は当たりますね。やべえ、リョウが強いぞこれ。このキャラ実況にも困るな。何か、何コメントしていいか分かんなかった。さあ、ジャブジャブ強い方よく、あ、これ、これ嫌な予感がする。でもレシオ的にはこれ並んだのかな。今レシオに量倒れました。あ、うまい。そうですね、隙間あるの分かってちゃんと前転してますね。さあ、スピード打っていく、百列、おお、出なくてよかったね。あと今度は前転しなかった。中継、下でよ、下でよ、行くわよ。さあ、空爆を読んでか、アパカはしなかった。さあ、お互い体力全開から始まったのに、レシオさ、チュンリーの上のはずなのに、あ、ちょっとずつ差がついてきた、ついてきたか。あと、あ、いやー、おっかねー。レシオニのチュンリーが殴ってんのにレシスタート2回起こりました。さあ、でもこれレシ1枚だから保育2回当たっただけで解けますよ多分。まあ、ケイグル補正でちょっと残るだろうけど、それでもレシオさだったらこれ、あー、1回目、あ、出なかった。でも今カウントヒットのせいか、コパンからシャガダイパン繋がりましたね。結構レアな繋がり方。さあ、まだ怒らない。これオリコンが当たったら禁止までいけんのかな。チュンリーのオリコンなんか安いイメージがあるんだけど、でもレシ1枚だからな。行くわよ、発動。これはゲージなくしか。チュンリーの削りは確か気候圏連発だったっけな。今日気候圏連発しかないよ。なるほど、これライさん逃げる目的か、最初から時間使って。さあ、レシオさんのあるチュンリーが追いつけない。なるほど、ライさん最初からこれを狙っていいな。そうね、オリコアのチュンリー相手にピオラスってのはほぼ不可能に近いからね、最初からこれを狙ってたのかもしれない。今勝ったライさんと稲葉さんが次試合なんで、じゃんけんしてスタンバってください。うわ、4位に入れなかったからポイント1点か。俺らギリギリ入れなくて、量が強すぎたんだよ、量が。マジで全部当たってたもんね、すごい爆弾。いや、よくでも向き合って量を選んで気がされました、ありがとう。さあ、次は、これはウィナーファイナルですか。ウィナーファイナル見てみましょう。さあ、ワンピーが
最近本当に頑張っているウェイ対するピノキオはそろそろ結果を出したい。長年の猛者だぞ。ウェイさんの差が本当強くなったよ。本当に強いですよね。強い。かなり多くのプレイヤーが苦戦を強いられている中、ジャックからこういうのを決めていくのが非常にうまい。先ほどはあの魔王ライを倒した火力がまだ続いているか。しかしここで赤い道着袴を着た最強のピーギスが元気くで落とせない中でブロッキングで、さすがしからの飛行機うまいですね。さあ雷光が刺さる。ブロッキングとジャストディフェンスの戦いだ。ここで小ジャンプ小キック、なぜかウェイはうなだれているぞ。そのやった気持ちではないぞ。ウェイさんなんだかんだここまで殴り合いだけで結構勝ち上がってますからねスパコンペ内で大攻撃のセンスが高いんですかね。うん、コダマシンとかもセンスありますよね大攻撃の。さあ大キック。さあキャミンはね本当に制圧力が高いんですけど、ピオリチがすごい少ないのに対してギースがこういうこと。今のはウェイさんのハンディキャップか。うまいですね、見ています。ああ、そう、あれすごいよね、相打ちでもね、そう入っちゃうんだよね。サードストライクみたいな感じですよね。ヒット確認でスピンドライブスマッシャーがこのゲームを入ります。スパイラルアロスタート。さあ翻弄されずに行ってもらいたい。今見えづらかったですね。ああピオピール今溜まってないので追加は3000ぐらい。さあウェイ切り替えて頑張っていただきたい。うわ、そうですね、大小キック、大小までなんとかつないでいく。ゲージは溜まりそうですね、もうちょっとで。さあお互いウィナーなのでね、まあある意味気楽に頑張ってほしいです。さあシャベルが聞いて、いや溜まってるぞ。お、スルーしていく。そこさあどうする。あ、ここはもう完全防御の小ジャンプジャックパン。ウェイさんお疲れ様です。ルーザーの方で頑張ってください。さあピノキオが強い。ファイナリストピノキオが決定です。ウィナーファイナリストです。さあ続いて稲葉 VS ライ、これがルーザーのセミファイナルですかね。そうです、ルーザーセミファイナル、はい、でこの2人の勝った試合と次ウェイが試合という感じになります。はい、では、見ていきましょう。あれリョウが入ってないぞ。おかしいのリョウはまた冬眠なされたね。やることやって帰ってきました。冷え湿布だけでお家まで。さあ見ていきましょう。稲葉テリー VS ライの前。さあライ先ほどは逃げるうまさを見せてきたが、あの攻めの強い稲葉テリーを圧倒していく。稲葉どうする。おっとここでこのゲームはね3秒上のカウント3秒に1回攻撃をガードか当て続けるとピオリチが加算されていきます。ガードで継続、ヒットで増えていくんです。だいたい大攻撃が5、6回でピオルって感じで見てください。ただ攻めててピオルっていうレアなケースでしたね。そうですね本当に。さあここでジャク勝ち挑戦。さあ今日これ2人当たるの2回目ですかね。さあ稲葉ギースは何度もここから巻き返してきた。
さあ今日もそれを見たい。いろんなキャラを使える稲葉だが、このキースだけは変えずに大将をデッドリレーム8、9、10、11、ジャイケンまで疾風を見て吐いてる。ギース側は燃えているがノーダメージといったところ。さあ中堅響き、響きもビオリッチは少ないんでしたっけ。少ない。なのでギースはビオリッチを取れるキャラクターです。ジャイケンコンボが決まるとものすごいビオリッチを取れるキャラクターです。なので相性はもしかしたらいいと言えるかもしれません。さあ雷光裏剣中キック巧みに判定の強い技を噛み当てていく。ライはそれを嫌がるように当て身からまずはゲージを吐いていく。さあジャンプから稲葉倒せさえすればサガット戦は得意なので可能性はあるぞ。しかし硬い、魔王の響きは硬い。レプレプしゃがみ強パンチがキースを切る。稲葉さんお疲れ様です。強いですね。ありがとうございました。ライ選手ルーザーから優勝を目指して上り竜のごとく駆け上がっていく魔王、しかし相手は今日運も兼ね備えているガオを下しているウェイ。昨日はね池袋のミカロでウェイさんと深夜まで激闘を繰り広げていたんですけど、すげえ強かったんで今日は大会で僕負けちゃったんで、ライさんにちょっとリベンジをお願いできるでしょうか。しかしライは量がいない、本気だ。今日ウェイ持ってっからね本当に ねそういうのは勝利の女神がつくとかありますけどね。さあどちらがどちらの方をちゃんとした形でリスペクトしながらも見ている人は巻き込んで相手に噛みついていくか。さあライがブランカを押しているように見えるが、まず溜まったのはライの前。おっとここで反撃が難しそうだね。あれはさあじっくりとウェイは観察をしていく。逆ローリングを狙ったか。しかしここで KOF バリの走り裏回り大パンリウェブ。さあ中堅で出てきたのは魂のキャラクターギス、ギスハワード。ここはロンドンイギリスだがサウスタウンのマフィアのボスだぞ。今はおそらく格闘技一本でビリーカウント修行を続けている。さあ大キックから反対側に投げて前が大キック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 5回連続最後の1ミリで さあロケッティア中キックからのナイス雷光。この強キック雷光って言います。さあ出てきたのは魔王の本来であれば大将のサガット、最強といっても全く恥じないであろう最強の K サガット。このゲームの K サガットの頂点にいると言っても過言ではない。どうするか。ああこれは大チャンスが来た。最後までジャイル決めて。しかし見せていく。ジャンプ台バスタートしたのは偉かったけど最後ジャイケン出なかったね。ウェイさんの中でかなりのチャレンジだったんでしょうね、うん、さあしかしレシオは見ると少しウェイの方が勝っているか。まずは体育大ガッパガットの後に
しっかりとリバーサルで弱体側アッパーカットから小技を決め込んでいく。レシオさん勝ってるぞこれ。これは今勝ってるのはウェイなのではないか。さあ本来であればサガットに対して響きは有利なんだが、このウェイブロッキングがとにかくうまい。さあ目標とする優勝まで駆け上がることができるのか。さあ中キック小足で空中ジャックキック手を当てて、ライも必死に守り抜くぞ。さあ K グループゲージが溜まれば自分のものであるが読まれやすくもなります。そこでウェイが最後決めてくれればいけるでしょう。決勝の舞台へ見せてくれウェイ選手。そしてライも頑張って、ここでショーカップ一戦勝ったのは響き。強いな。素晴らしい。レシオさんもろともしなかった。素晴らしいですね。いやーでもかなり健闘したんじゃないですかね。はい、じゃあグランドファイナル、グランドファイナル、ピノとライ。さっきの因縁の対決ですか。これはピノさん2ライフ、ライさん1ライフです。今日私の優勝予想はライさん来るの知らなかったんでピノキオさんだと思ってたんですよね。さあじゃんけんはライが制していく。さあこれはピノキオ選手がエボリューションのようなルールなのでウィナーズで2ライフ持っている状態になります。ライは1ライフで2回連続このすごい強いチュンリー、サガット、キャミーを倒さなければいけないです。さあピノキオ選手優勝もしすることができれば久しぶりなんじゃないでしょうか。そうね、そうですよね。さあ行ってきましょう。これピノさんが優勝するとポイントがみんな並んで面白いことになるかもしれない。関東激戦区ですね。そうさあロリンピックのポイントみんな並んじゃうこれ。美女対決を制するのは、おうまいですね今の小ジャンプ、両走客をかましていく。さあライのねこの前が歩くのが本当に速いので容易にめくりに行けないんですよね。しかしあー多分今壊しだから繋がんなかったの。あーなるほど、中継だったら多分繋がってると思う。なるほどね、うん、超必殺技を使っていく。どうぞ。さあここでピノキオが押す優勝まで。すごいぞピノさんの読み勝ち力やべえ。今日のピノキオは何かが違う。投げも通るしスパコも通る。見てるか聞くやと言わんばかりのカズキを見てるかと。俺がお前らのチームの大将ピノキオ様だ。相手はエボジャパンチャンプだぞ。さあライとしてはまずは1本取っていきたいところ。このゲージをどのような形で放出できるか。まずはやり過ごすピノキオ。非常に守るときは守る、逃げるときは逃げる、そして行くときは行くのがこのピノキオという男。すべて見ながら、あ惜しい、今も狙っていたぞ。さあライもしのぎきる、ノーダメージだほぼ。ジャクジャク中。さあライのゲージ管理をどうするか、溜めていく中段をバックでかわす。さあ飛行圏で対空になり、ここでかわし強キック、様子を客からだ。いや強い、すごいぞ、強すぎるこのチュンリー。このチュンリーは今日覚悟を決めてきている。やべえ、もう負けなし優勝までリーチかかりましたね。負けなし優勝すごいよね。すごいね。さあしかし最強のマオーライサガット、弱強スピニングバード、チュンリーで行くぞ。どこまでもジャストの応酬、ショージャンプ今日は2段からの
最後はグランドタイガーキャノンで削っていく。さあ G4 出てくるのは本来大将に置いているキャミン。この時代背景ではまだベガのサイコパワーで洗脳を取れていない状態だが、ピノキオのパワーで洗脳を解いてくキャミン。さあ強化強化スパイラルアロー、画面端に生き延び込み投げて、それも読んでいたか。スパイラルアロースパイラルアロースパイラルアロー、強すぎる強すぎるな本当に。ライがライが対応できない。見せてくれない。さあ怒って、さあフーリガン、さあ一撃で決まるぞ、一撃で決まるぞ。タイガーキャノンジャスト取っている。さあまずは大将まで持っていきたいところ。ライどうする、ガードクラッシュ全部だ。優勝はピノキオカズキ。おめでとうございます。大将ピノキオさん優勝です。いや今日のこのメッツ優勝コメントだけお願いします。最高です。